おはようございます。自民党の江島清です。それでは確保三訪にあの関連しまして政府にいくつか質問をさせていただこうと思います。 あのまずはじめにあの私は前職が山口県の下関市長をしておりまして、毎年季節が来ますと、この公務員給与というものが地方自治体としてもいろいろ議論をするわけでありますけれども、ご案内のように、この地方自治体は、この人間に沿って、大体国に沿ってえ上げるとか据え置きとかあいうことをこう議論してくるわけでありますけれども、東京と違いまして、やはり地方というのはですね、大変にい、い 一般企業の数があこの密だうと少のございまして、まあ、下関に関しましても、市役所の職員というのは、非常に市民の中からはです、ね、高級取りというふうに見なされているところがございます。まあ、そのの辺がこの都会における公務員とですね えー、地方における公務員のお、まあ、みんなのこう見る目が多分違うんじゃないかなと思いますですからあのどんな時期にあってもお地方公務員のです、ね、給料がちょっと上がるとなると、まあ、たちまちいいね公務員はというようなことを必ず巷で言われますまた、えー、あのボーナス時期にはあの市長以下全員のこの,あのボーナスがいくらだみたいなことが出るんですけどもこれまた同じように、えー、民間企業に比べて公務員はいいですねと。 いいときも悪いときも必ずボーナスが出るしというようなことをこう言われるわけでありますけれどもあの、決して私はそんなにいい地方の公務員が特別に高級取りだというふうにはま認識立ってないんですけれども、ただ、やはりどうしてもそういう目で見る割合が、あの多分東京とはずいぶん違うだうなというふうに思います。 今回ですね。えー、人事院勧告通りにこの給与改定をするという、この法律として、えー、出てきているわけでありますけれども、まず初めに、あの、私、お伺いさせていただこうと思いますのは、やはり、あの、一般論として、えー、財政状況は非常に厳しいという現実がございます。まあ、そういう中で、えー、この人事院勧告通りに、今回、給与改定を実施をするということを、まあ、どのように。えー 説明をされていいいいいいいるかとととうこおお伺ししたた思まますす上田人事生活統括官はい、お答えいたします国家公務員の給与については、人事院勧告に基づき、民間準拠を基本として改定を行ってきておりまして、このことが公務員給与に対する国民からの理解を得る上でも重要と考えてございます。本年の人事院勧告においては、人事院が民間の給与の実態を調査した結果、 民間企業の給与上昇を反映して国家公務員の給与を引き上げる勧告が出されたものと承知しております政府といたしましてはこのような人事院勧告を受け労働基本権制約の代償措置の根幹をなす人事院勧告制度を尊重するとの基本姿勢の下給与関係閣僚会議において国の財政状況も含め国政全般の観点から検討を行った結果 勧告通り実施するとの結論を得るに至り、今国会に法案を提出させていただいているところでございます江島教授君、えーあの。公務員もです、ね、あの定数はあなかなかこの増えないというか、むしろこのお減らす方向にある中で、えー、業務量は当然、各分野にとこ増えてきますので、まあ、非常にあの公務員の職場環境というのはう厳しくなってくると思いますが、まあ、そういう中で、 えー、この給与が引き上げられるというのは、たとえわずかな角度あっても、これは士気向上には確実につながるだろうと、あの私も信じております。えー、この人事勧告通りに、この給与改定を実施するということは、私はあのこれは、えー、この公務員がきちんとです、ね、職務を全うして、えー、もらうためにも、えー、必要なことだというふうに理解をしておりますが、一方で、えー、今回はこの退職手当のお支給水準が、 を引き下げるということも、この行っているわけであります。まあ、これはあの公務員の方がこの民間よりもデータ的にはこの上回っているということのようでありますけれども、この辺のですね。この退職金のこのは水準は下げると。 いうことをこれまたその人間通りに実施するということを、どういうふうに国民、あるいはまあ該当者である全国の国家公務員には説明をされますか上田統括官。お答えいたします。 国家公務員の退職給付の水準についてですけれども、当然、国民の理解が得ら,れるように得られるようにする必要があると考えてございます。平成26年の閣議決定でございます、国家公務員の総人件費に関する基本方針におきまして、官民比較に基づき、おおむね5年ごとに退職手当支給水準の,水準の見直しを行うことを通じて、官民均衡を確保するとされているところでございます。本年4月に人事院から 退職給付額での官民比較の結果。公務が民間を七十八万一千円上回り。官民均衡の観点から、退職給付水準について見直しを行うことが適当。との調査結果及び見解が示されたところでございます。この人事院の調査結果を踏まえ。国家公務員の退職手当の支給水準を引き下げるものでございます。飯島教授君。 分かりましたあのぜひ、一方でこの退職金の水準を下げるということはです、ね、これは今度は、えー、該当する公務員にとってはです、ね、えーまあ、喜ばしいことではないわけでありますので、きちんとこの該当者が納得をできるような、あのしっかりとした説明をまた行っていただきたいということを強くお願いを申し上げます。えー あのこのまあ公務員でありますけれども、国家公務員も地方公務員も、ですねあの私はこの少子高齢化社会の中で、本当にこの大きな責任を持って今、取り組んでいる、かつこの少数先鋭という方向で取り組んでいるなと、本当に皆さん頑張ってくれているなというふうに思います。地方公務員に関しましまてもですねまああの様々な職種が ああるわけけでありますけどもやはり部署によっては、あ少とも私があの主張をしていた当時にです、ね、残念ながら全員にすべての,このお残業手当を払うということもできない部署もありまして、やはり地方にあっても財政担当の部署はです、ね、もうその予算編成の時期になると、まあ、徹夜、徹夜の連続と。 いうようよなこととが、まあ、実態ししてありました、まあ、今だったら、とてもそれはもうそのまんまあのー、大変だねだけで、頑張ってねだけではまあ済まされない時代ですから、またもう10年前と今とはまたさらにさまざまなあの職場環境というのはあの変わってくるんだろうと思います、またあの現実問題として激務の中でえ体調を壊した職員もたくさんあの私は記憶しておりますけれども。お 霞が関でです、ね、この霞が関のこの国家公務員の仕事ぶりを見てますとですね、えーまあ、言葉を選んで言わなきゃいけないんですけどもこ霞が関っていう組織が一番ブラックな働き方してるんじゃないかなと思うくらいに本当にいい早朝から深夜までというような働き方をしている人たちも まあそれはもうせざるを得ないというところがあるんでしょうけども、ああ一方で,で、なんかもうそ、そういう働き方をするのがもう文化になっているような役所もあるのかなと思いますし、また、この委員会では決してそういうことはないと思うんですけれども、直前まで質問を出さないと、本当にぎりぎりになって、深夜に出してくるから、それから真夜中かけて、答弁書を作ってえというようなあの場合もあるやと。 におお伺いをしておりますですから、そういうものは、これはあの役所だけの努力じゃなくて、本当に全員がこの関わる、この国家公務というものに関わる、われわれも含めて、全員がこの,あの働き方改革というものには取り組んでいかなきゃいけないと思います。そのこういう点から、この今、この長時間労働というのは、これはもう、 官だけの問題にあって民間もそうです。まあ大きなあの問題にもなりました。この官民を問わず長時間労働をどう是正をしていくかということがまあ日本のこのこれからの健全化に向けての大きな課題になっているのではないかと思います。ええー、まあそういう意味ではこのお責任者としてのですねえ大臣のこの長時間労働の是正というものに対しては政府としてどのようなご見解を持っていらっしゃるかお伺い。 させてください梶山国務大臣お答えいたします 働き方改革は内閣のまあ最重要課題の一つであります。今委員がおっしゃったように官民問わずに、えー、これは共通の課題であると思っております。長時間労働を前提とした働き方を改めしっかり休んで集中して働き、限られた時間で成果を上げる生産性の高い働き方へ変えていくことが、まあ、官民共通の重要な課題であると認識をしております。 国家公務員については平成26年10月に取りまとめた国家公務員の女性活躍とワークライフバランス推進のための取り組み指針に基づいて、まあ、政府一丸となって長時間労働を前提とした働き方を改める意識改革や業務の効率化等を通じた超過勤務の縮減テレワークやフレックスタイム制などによる働く時間と場所の柔軟化 等に取りり組んでできたところでありま,すまた本年4月からは超過勤務を実施する際にその理由や見込み時間等を上司が把握するなど勤務時間の適切な管理をさらにま徹底をすることとしたところであります今後ともまあリモートアクセスとペーパーレスの推進また管理職をはじめとしたマネジメント改革等にも積極的に取り組んで全ての職員が存分に能力を発揮できる まあ、環境づくり、えー、努今、ちょいついたばかりでありますけれども、しっかりとしたこの方向に向けての努力をしてまいりたいと思っておりますじま、はいきよし君。ありがとうございました。えー、それではですね、えー、次にあの、働き方のこの時間と合わせて、まあ、もう一つ、これは大きなあの記念の課題であります、えー、この,あの同一労働、同一賃金。 に関しましてて、えー、質問させいいただこうと思まますあのまずあの、国にもです、ねえー、い,わゆるいわゆる正規の職員と、それからあの非常勤の職員という方もたくさんいらっしゃると思います。あのちょうどあの私が、えー、主張しておりました平成17年にあの下関というのは1市4町で合併をいたしまして、 下関市の職員が 3, 名それから合併した4町の職員が合計で500名で3500名になった組織を500名、まあ、合併効果として正規職員を数を減らしますといって、まあ、3500を3000名にするプログラムを作って段階的にあのもちろん生首は切ることなくこの退職不法獣というものをこう 緩やかにしながら段階的に3000人にまでですね減らした記憶がありますんです。もやはり段階的にやるといってもこの積職員を減らすいわゆる公務員定数を減らすっていうのは非常にあの厳しかったことをよく覚えてます。で結果としてですねやはりもうそれでは回らないんでやっぱり非常勤の職員を入れざるを得なかったというのが現実でございます。おそらく今この国家公務員の中でもこの定数をこの お是正、減、まあ、をする中で,です、ね、相当数のこの非常勤職員というものが、この今、勤務をしているのが実態ではないかというふうに思います、えまあ、内閣人事局もおこの非常勤職員の実態調査にあの際しまして、えー、常にこの給与体系をおこのお変える方向、あのきちんと是正するようにというあの指示を出しているということは、お伺いをしているところで。 えー、ありますけれどもおまあ現時点におきましてですねこの問題いわゆるこの国の非常勤職員の処遇改善というものに対しまして政府の取り組み状況を現時点における状況というものをお聞かせください上田統括官、えー、お答えいたします国家公務員の非常勤職員の給与につきましてはあ一般職給与法の規定により各府省において 非常勤職員の給与とのバランスを考慮して予算の範囲,内で範囲内で支給することとされておりまして具体的にはこの規定を踏まえた非常勤職員の給与に関する人事院の指針に基づき支給されているところでございます非常勤職員の給与などの処遇の実態につきまして昨年内閣人事局において調査を行ったところ期末手当や勤勉手当の支給などの取り扱いについて差異があることが分かったところでございますそのため実態調査の結果や 民間における同一労働、同一賃金の議論なども踏まえて、本年5月に来年度以降、非常勤職員全員に対して期末手当や勤勉手当を支給する、勤勉手当を支給することを目指すこととするなど、段階的に非常勤職員の処遇改善を図っていくことについて、各府省で申し合わせたところでございます。また、人事におきましても、本年7月に一審を改正し、 勤勉手当も含めて、非常勤職員の給与の一層の、給与の一層適正な支給について促しているところでございます。今後はこの申し合わせや人事の指針に沿って、各府省が処遇改善にしっかりと取り組んでいくことが重要と考えておりまして、その実行を挙げるために引き続き関係機関とも連携しながら、必要な取り組みを進めてまいりたいと考えております江島教一君、はい。この,あのドイツ 同一労働同一賃金の問題に関しましては、特にこの公務員の非常勤職員の処遇に関しましては、これはあの,あの私の主張、当時のその反省の弁も含めて、ですねあのこの公務員の定数是正等のしわ寄せが結果として、この非常勤職員にこの行く、さらにいい 安い賃金でこの非常勤で賄うという、あのそういう幸せにならないように、これはあの決してあの健全なあの姿ではありませんので、まあ、ぜひ、のその点に関しましては、国家公務員そしてあの地方へも含めての監督指導をぜひお願いをしたいと思います。 あの働き方というものの中には、この質もありますが、あとは、私たちに残された問題は、いつまできちんと働くかという,もう大きな問題がございます。今、だいたいあの肉体年齢は、昔に比べると、だいたい八掛けぐらいだというような言い方もする人もいます。確かに、最近の六十歳というのは、昔の四十七、八歳ぐらいの元気というのは、確かにそんなもんかな、と。あの 思うところでありますけれども、まあ、現実にはまだ60というこの定年年齢がありまして、そしてえそこで一旦この辞めてからまあ再雇用、再任用という形で、地方公務員なんかでは多くのメンバーが引き続き、この公務にあのついているところでありますけれども、この国家公務員に関しまして、いわゆるこの定年 60歳というものをその引き上げていくということに関しては、これはどのように今、検討をなされているのか、あの大臣のお考えを教えていただけますでしょうか梶山国務大臣お答えいたします、少子高齢化が進展する中、高齢者の活用は今後の社会の在り方を考える上で、極めて重要な課題であります、公務においても、高齢職員の能力および経験を活用していくことは重要なことであると考えております。 本年6月9日に閣議決定された経済財政運営と改革の基本方針2017において、公務員の定年の引き上げについて具体的な検討を進めるとされ、これを受けて関係省庁の局長級により構成される公務員の定年引き上げに関する検討会が設けられたところであります。 まあ現時点では何らかの方向性や時期が決まっているものではありませんけれども、現在、本検討会において、各府省からのヒアリング等も行いながら、組織活力の維持のための施策の在り方や、総人件費の在り方も含め、さまざ、あ、まな検討事項について、幅広に議論を進めているところでございます。今後とも必要な検討を速やかに進めてまいりたいと思っております江島清志君、はい。ありがとうございました。 ぜひ、この優位な人材をです、ね、しっかりと国の、国家の、そして国民のために働いてもらうためにも、この定年年齢の引き上げというものはあの考えていただければと思いますあの、60歳の定年というのはなぜちょっと取り上げたけどちょうど私が今年六60になりましてですね。 それであのまあ八掛けというのも何でかなとこう思ったんですけどもあの考えてみたら昔はですね60歳になったら例えば目が悪くなる白内障になる私実は白内障になってですねだんだんこう字が読めなくなるわけですですけどもあの今年の夏に白内障の手術をしましたらですねもう視力が中学生の時の視力に戻りましてだからまあ言ってみればそういう医学の進歩でもっていくらでもその昔は廊下でもえ使い物にならない人間がまだまだあの役に立つ。 ようになるわけでありますのであのやはり時代に即したこのあの定年の引き上げというものはだから国家としても喫緊の課題だろうと思いますどうぞご検討お願いをいたします以上で質問を終わらせていただきます